8月24日、安倍晋三のポン・ユー・工藤会死刑判決。工藤会は日本一に凶悪な暴力団だ。安倍晋三は工藤会をよく活用していたんだ。暴力団に金をあげて晋三が対立する人を脅すんだ。安倍晋三、悪い男だ。こんな野郎が総理大臣って本当にふざけた話だ。朝鮮民主主義人民共和国総務機研究所上梁대주간탄도트장착용수소탄시험에서완전상조선노동당조선민주주의민주국가의가엔빈의아베진소오절대니유르스나진소의소리대진을유르스다주민토だけじゃない진소오리오스타계단련これが本当にひどい団体だ。小学生のみんなは学校で安倍晋三を許さない運動をやっていこう。いいね。